始まった。皆さんこんにちは。すみません、ちょっと準備手続きがちょっと遅れまして、予定よりも10分ほど押してしまいましたけど、これから始めたいと思います。今日は福島の高校生がオーストラリアのメルボルンに11日間のツアーで参加した帰国報告会になります。で、アースウォーカーズでは、福島の子どもたちの支援を2011年から始めたんですけど、僕自身は最初石巻とか南三陸に入ってですね、2011年の7月1日から福島に入ってきました。その時は福島の方々皆さん体験されている通り、2011年やっぱり放射能問題がすごい不安ですごい混乱している状況だったので、僕ら NPO 法人とか NGO 側も支援がすごく難しい状況で支援を始めました。で、外遊びが不安に思っているお母さんたちやあまり遊べない子どもたちがいたので、そのサポートをしようということで、福島の子どもたちを宮城に連れていくという雇用事業を最初に始めたんです。で、その後中学生をすみません、その後未就学児の子どもたちのお母さんが、こういう外で思いっきり遊べる体験を小学生にさせてほしい、うちの子来年が小学校に入るからって言って、小学生のプロジェクト、向けのプロジェクトを始めました。毎月1回山形の米沢に行くというプロジェクトでやってきました。で、福島の、子どもたちの支援をしていく中で、チェルノブイリのことをいろいろ学んだ方々から僕らもアドバイスを受けて、チェルノブイリは18歳以下の子どもたちは、すべての子どもたちが年24日間、年2回そういう保養っていうのに参加するっていうのを義務付けられてるらしいですね。中学校とか高校とかで、例えば何々高校、何々高校、何々高校は24日間、これから先1ヶ月間、じゃあ山口県の高校に行きましょうとか、大阪の中学校に行きましょうという感じで、そういう放射能が全く降ってない地域に行って生活するということが大事だということが、チェルノブイリでやられてるけど、なかなか福島ではそういうふうになってない。で、福島の子どもたちの間では、やっぱりその、まあ大丈夫じゃないかなっていうふうにもどんどんなってきてるの一方で、不安に思っているお母さんがまだ残っているので、やっぱりそういうマイノリティの方々のサポートをしていきたいなと思って、アースウォーカーズで活動しています。で、そういう保養の一環で、中学生向けと高校生向けの会ができないかいということで始めたのが、中学生のケアンズに行くやつと高校生をドイツに連れていくってやつをやっています。これも本当に面白いので、またぜひ聞いていただきたいんですけど、今回はそういうアースウォーカーズの活動を知った、オーストラリアのメルボルン近郊にジロングっていう町があるんですけど、オーストラリアで言うとね、14番目に大きい町って言ってたから、東京、大阪、神奈川、それぐらいの14番目ぐらいの町、オーストラリア、そこのジロング の先生がですね、そういうサポートしたいと言って、向こうの子どもたちが寄付を集めて、福島の子どもたちを招待するということで始まってきました。で、そこ、そっちの本当に日本語を教えているスー先生っていう、オーストラリアの女性の素敵な方が、またこの子たち の報告にも出てくると思いますけど、そのスー先生の呼びかけから、それに答えていただいた太田先生っていうの、この日本語の先生で、もう関西弁でずっと迎えてくれて、彼女らをすごくリラックスさせるのが上手でですね、いい先生と出会えたなというふうに思ってます。そのお二人が中心になって、このカーディニア高校というところが、カーディニアインターナショナルカレッジという、カーディニアインターナショナルカレッジ。ぜひ名前を覚えてください。すごい素敵な高校でした。その高校に留学するということで始まってきました。で、その報告をちょっと僕が逐一すると、あれなので、彼女らから生の声でしていただきたいなと思います。で、最初に11日間どういう工程だったかというのをさらっと流してもらって、その後、それぞれが感じたことや成長したことを発表してもらって、最後に会場の皆さんとか、インターネットでオーストラリアからもつながっているので、今日は、その方々とかいろんな方から質問に彼女らが答えてもらうという流れで進めていきたいなというふうに思います。で、アースウォーカーズ今回初めてですね、福島の子どもたちが、のために海外の子どもたちが寄付を集めているというプロジェクトだったので、すごい興味深いプロジェクトになりました。で、実はこの今からこの1時間20分ぐらいで終わって、次ちょっと休憩挟んで5時から6時半までイラクでボランティアする高藤直子さんが報告してもらいます。で、今日一応に聞いてもらってるんですけど、高藤直子さん、ドイツの高校生の引率もしてもらったりしてて、すごくまたいい話も、イラクの話もいい話というか、喜
よくない話ですけど、本当に現地のリアルな生の声を聞いていただいていきたいなと。で、僕自身も2003年、2004年のイラクのバクダッドでこのZOZOでやってですね、イラクの子供たちの支援をしてたんですけど、今なかなか行けてなくて、そろそろちょっと行きたいなというふうにずっと思っててですね、そしたら12月に行けたら行こうと思って、予定を、僕の手帳の中にはこの辺イラクみたいなふうに書いてたんですけど、今、クルド人自治区のアルビル政府がちょっと揉めてですね、その辺の話は、ナホコさんから詳しく聞くと思うけど、飛行機の中に入れなくなっちゃって、で、今年の12月はちょっと予定をキャンセルしました。そういう難民支援の話も含めて、後ろで直募金ってやってるんですよ。最後に紹介しますけど、その募金の方もぜひ協力していただきたいなというふうに思っています。じゃあ、ここから、高校たちが話してもらうので、最初に自己紹介からでしょうか。で、その後に話し始めようか。OK。じゃあ、お願いします。福島成蹊高等学校1年の佐田葵です。16歳です。お願いします。郡山市の日大東北高校に通っている1年生の玉尾です。よろしくお願いします。桜の聖母学院高等学校に通っている1年の鈴木可憐です。よろしくお願いします。まずは日程、工程をお話ししたいと思います。11月23日、私たちは福島駅のを出発して、夜10時くらいにオーストラリアのシドニーに向かいました。これは出発式の様子です。一人一人がオーストラリアの留学への抱負を話しました。民放の記者が取材来ていただいて、民友さんでした。ごめんなさい。間違えた名前ですね。いつでした？新聞載ったの。連絡差し上げた。はい、26日ですね。OK です。連絡の日です。夜10時、マルシェ、世田谷マルシェに行きました。世田谷マルシェは福島を発信しようという感じで、こんな風に歌を歌う人もいれば、食べ物を売ったりする人もいて、そこで私たちはチョコ募金っていうのをやりました。後ろで今やっていきます。世田谷区長ですね、ちょうど来ていただいて。そうそう。いや、スリップクラブの方が来てくれたりして、すごい盛り上がって、福島のことを伝える留学だったので、その前にこういう会に参加して福島のことを少し考えることができてから出発できたので、今回のこれがあってよかったなと思います。そしてここから羽田空港で夜10時に出発しました。もう彼女見てくださいね。どんどん進んでいく。9時間ぐらいのフライトで、私初めての海外だったんですけど、映画とか見れるのがちょっと驚きでした。あ、笑うとこあるんで。はい、これが福島、ちょっと前の写真です。24日はオーストラリアに着きました。この青い服を着ている方が太田先生ということで、はい。で、日本語の先生をしていらっしゃって。私たちの今回のプログラムも考えてくださった、とても面白い先生です。これはメルボルン空港で私たちがスピーチを話していたところの様子です。
これはお金を換金しているところです。行きます。疲れてました。これがメルボルン観光です。はい。このセブンイレブンで大きいアイスが食べました。美味しかったです。どうだこれがカーディニアインターナショナルカレッジです。って言ってます。私のホストファミリーのホストファーザーとあとクロイっていう高校2年生のです。では、カレンのホストファミリーです。いいんじゃない？これは、マオのホストファミリーです。25日は、観光をしました。これは、多分、グレートオーシャンロードの一部だと思います。久しぶりに海に入って、すごい、入ったわけじゃないんですけど、足をつけて、すごい、冷たかったです。なんか、冷たいのは、なんだっけな。春から水温が変わるのが遅いからだそうです。グレートオーシャンロードの前のところで写真を撮りました。昼食です。撮りました。これが何ていうの。なんか名前はよく覚えてないですけど、なんか自然を観光するところで、なんかこういうところにお金をかけるイメージっていうか、そういうのがあんまり私の中になかったんですけど、ここに入るのにも結構1人当たり3000円くらいかかってて、なんかすごい、それになんかオーストラリアの人たちのなんか自然への価値観の考え方というか、それをなんかこう動物園もなんか入場料が高くて、それを結構感じました。26日は日曜日だったので、やばいやばい。26日は日曜日だったので、ホストファミリーと、それぞれのホストファミリーと一日を過ごしました。27日は、カーデニアインターナショナルスクールの小学部の子どもたち と、日本の遊びをしました。授業でいろんな遊びをしました。で、28日は午前は中学部の音楽とダンスの授業を受けました。で、午後は買い物と動物園に行って楽しみました。次の日は、次の日の1、2時間目は太田先生と28日なんですけど、ホストファミリーとそれぞれ、音楽とダンスの授業を受けて、その後にショッピングにと動物園に行きました。その後に、アイキャンの話をしてくださった方がいるんですけど、そもそもアイキャンというものは、NGO の団体で国連に核兵器
廃絶条例を可決するため、世界中の NGO と共同を結び、広島、長崎の被爆者の方々が国連をはじめ多くの国々でスピーチを進め、今年ノーベル平和賞を受賞した団体のことです。福島の、その、原発の事故があった時の、そのウランもオーストラリアから発掘されたということを知って、なんか、それでオーストラリアも責任を感じなきゃいけないんだっていうことなんですけど、でも実際はそんなにオーストラリアも認めてはいるんですけど、そんなに大きくはしていなくて、そういうこととかも問題視していて、なんか、その日は、ちゃんとなんか、原発ってどんなもんだろうってこう思ってるところもあったんですけど、少しや解決した気がしました。はい、次の日は、次の日の1、2時間目は、太田先生とパソコンでオーストラリアと日本の戦争について調べました。私は、日本がオーストラリアの北の方の町にあるダーウィンというところに、空襲を仕掛けたということを調べたんですけど、このことは高校とか中学とかの歴史では勉強しなくて初めて知ったんですけど、過去にこんなひどいことがあったのになんで高校で勉強しないのかなっていうくらい本当にひどいことで、私歴史すごい苦手なんですけど、海外に行く上とか海外の人と話す上で日本の歴史のこととかいろいろ知ってないと言えないなって思ったので、まあ、これからいろいろ調べていきたいなと思いました。で、次の日は最後の学校の日だったんですけど、カーデニアのスクールのもう一つの違う学校があって、そこはあと5年生から6年生に上がる間の1年間、普通の学校じゃなくてすごい自然と触れ合って、そこでしか学べないことを学ぼうという学校だったんですけど、私たちは、牛とかいろんな動物に餌をあげたり、あと、海洋光パネルとかの勉強したりしました。で、最後の日は、ホストファミリーとお別れした後、メルボルンの街に行って、フレンズ・オブ・アースというところに行きました。28日にスピーチした時に来ていたジム・グリーンさんという方がそこにいらっしゃったんですけど、あとその他に日本人の原発のこととかについて調べている人が3人くらいいて、まさかオーストラリアでそういう原発のことを調べている日本人に会うとは思っていなかったので、すごいびっくりしました。で、原発のこと全然私、福島県に住んでるけど、知らないなってすごい感じたので、これから少しずつ触れていけたらいいなと思っています。私は今流れも全部終わって今から発表のところってこと、はい、OK、そう言った方がいい、そうですね、はい、ちょっとだけ補足すると歴史の授業があったんですよ。さっきちらっと話したじゃないですか。で、オーストラリアが日本の戦争で97回空爆したっていう歴史が、オーストラリアは普通に教科書で、オーストラリア大陸に唯一空爆したの日本しかないので、唯一自分たちの国の戦争を仕掛けてきた国だとして学んでるんです、今。で、今でもちょっと反日感情を持ってる地域もあったりなかったりなんですけど、まあ、そんなに大きくはないんですけど、ダーウィンという町はやっぱり先祖が亡くなった人たちもいるので、そういう思い出の一つでもあります。で、その中で、太田先生が授業してくれるんですけど、その授業が、マイロー。なんていうの？こういう機会がありましたよということを、日本だったら先生が教えたのをみんなで学ぶみたいな感じじゃないですか。
じゃなくて、太田先生が、はいどじゃあ、オーストラリアと日本の戦争について、自分たちで検索して調べてみてって言って、10分バーッと調べて、で、3人に発表させるんです。あ、なるほど。君はまとめてる。君ちょっとずれてるけど、これ、じゃあそこ深めていこうかみたいな感じで、それぞれ違う答えであっても、それをさらに深めていきながら、歴史について総合していって、あの、一つの答えをみんなで、一つの答えじゃないですけど、いろんな答えがあっていいというか、なんか日本の教育とこう、だいぶ違うなっていうのをすごく実感しながら、あった授業がありました。あと、彼女は直接聞いてないですけど、美術の授業があったんですよ。で、美術の授業で、紙でスカートを作ったり、服を作ったり、兜を作ったり、みんなでしたんですけど、その美術の授業で、あの、彼女らは作ってたか聞いてないんだけど、その先生が、これの彼女らが今日作るという前の段階で、その、普通服を買うときに、その、自分たちで買う高い服の前に、いろんな貧しい国で、あの、搾取されて働いてる人たちが作った服を自分たち着てるんだよとか、その時に、その収益がこういうふうに、あの、歪められてる事実も学ぼうねって言って、だからファッションショーってすごく綺麗な面もあるけど、そうじゃない側面も知らなきゃいけないよっていうことを知った上で、自分たちでこうスカートとか作る授業にステップしたところで彼女が入ったので、その話もちょっと僕先生から通訳の人と一緒にあの聞きながらだったんですけど、あのそういう授業もありました。すごく僕が深いというか、一つ一つに面白い授業がいっぱいあります。もっといっぱい喋りたいんですけど、じゃあ次、あの大体11日の流れそんな感じだったみたいなので、ちょっとね、iPhone もちょっと写真を選別しておいたらよかったんですけど、ちょっとバタバタ到着して、今日になったので、見にくくてすみません。じゃあ、ここから3人がそれぞれ感じたことを喋ってもらいます。お願いします。私はこのプロジェクトを通して、自分が克服すべき点を知ることができました。で、そのうちの一つが、英語力についてでした。今回で海外に行ったのが2回目なんですけど、1回目はヨーロッパだったので、英語を使う機会がありませんでした。なので、今回のプロジェクトは自分の英語力を試すことができました。実際に使うと思っていることを、実際に使う、思っていることをそのまま表現することはとても難しかったです。で、ヒアリングは10日間とかでは伸ばすことはできませんでしたが、ホストファミリーとなるべく会話をしてたくさん英語に触れることができました。このプロジェクトのメインともいえる震災についてのスピーチは、ちょっと暗記ができてなかったので、ちょっといいとは言えなかったんですけど、頑張って英訳した甲斐があって、震災だけの状況を詳しく説明できました。それから、オーストラリアの、オーストラリアのウランと福島の原発が、オーストラリアと福島がどんなふうに、なんていうんだろう、つながっているかっていうか、を知ることができました。私は新聞を読まないので、世界で何が起こっているのかほぼ分かっていませんでしたが、ちゃんと世の中のことを知って自分の意見を持っておくべきだと感じました。ホストファミリーとの生活は自分でも驚くほど満喫できました。その理由は私が話すときはちゃんと耳を傾けてくれて、一日に何度も私の調子を気にかけてくれたからだと思います。また私を楽しませようといろんなところに出ていってくれました。ホストファミリーと一緒に
ビーチを過ごした日に行ったジーロングという海に近い都市に、海に近い都市にあるイースタンビーチという場所が気に入りました。そこは海から吹いてくる風がとても気持ちよくて、日が照っている時でも快適に過ごせます。このように私が日本ではできない様々な体験ができたのは、アースフォーカスの児玉さんをはじめ、今回私たちを受け入れてくださったカーリーニアインターナショナルスクールの多田さんと生徒の皆さんのおかげ、あとは、私を、送り出してくれた両親に感謝します。私はこの今回オーストラリアに行くことで、今まで自分が勉強してきた、英語っていうのがどのぐらい通じるのかなって、すごいワクワクしながら行きました。初めての留学で、初めてのホームステイだったんですけど、聞き取ることは、なんとかできたなって思うんですけど、返事するときとか、返答するときに、ですとか、ノーとか、そのぐらいしか言えないことが多くあって、あと、簡単な言葉が英語で表すときにどうしたらいいのか分からなかったりっていうことがすごく多くて、なので、また多分、留学には行きたいと思っているんですけど、もし、行けるとして、もう次の留学までには、たくさん英語をもっと勉強して、あと単語力を増やして、次の留学では自分の成長を感じられる留学にしたいなって思います。で、オーストラリアで学んだことは、すごい積極性が大事だなって思いました。太田先生がたくさんの生徒とかに話をかけてくれて、写真を撮ったりとか、自己紹介をしたりとかしてたんですけど、一人でじゃあ行ってきてって言われて行ってみると、会話が続かなかったりとか、すごい、太田先生がいたから、こんなできたんだなっていうことがすごいあって、恥ずかしい、一人で行くと恥ずかしがったり。っていうので、そこを今後直していって、日本人ってすごい消極的だと思うんですけど、それをしてないと多分海外に行った上で通じていかないと思うので、積極性を意識して、学校とかいろんな活動に出して活動していきたいと思います。原発のことをスピーチしてきて、オーストラリアの方はすごい真剣に聞いてくださって、すごいたくさんの質問を私にしてきたんですけど、全然知識が私ないので、答えられない質問とかが多くあって、すごい児玉さんに助けてもらって、その時に、もし自分で答えられてたらいいのになとか、すごい嫌だったっていうか、すごい悔しくて、なので、これから、アースウォーカーでこうやって学習したので、学べていって、ボランティアとかもすごいいろいろ学べていけたらいいなと思います。オーストラリアで一番感動したところは、グレートオーシャンロードという場所で、さっきの写真で、このバッグにあるのが一番有名なところなんですけど、世界遺産ですね。ずっとすごい行きたいなと思っていたところで、実際見てみると、この日はそんな天気良くなくて、木は綺麗だったけど、綺麗だったけど、写真見るのが綺麗だったんですけど、もし3人で話してたんですけど、高校卒業したらまたオーストラリアのメルボルンに行って、ホームステイのホストファミリーの人とまた会いたいねって話してたので、もし、その願いが叶ったら、もっときれいな、オーシャンロードを見ていきたいと思います。オーストラリアでは、本当にたくさんの人にお世話になったんですけど、
まあ、一番、子供さん、本当にありがとうございました。すごい、子供さん、嘘か本当か分かんないことずっと言ってるので、どうしたらいいのか分かんない部分がすごいたくさんあったんですけど、これは褒めてないよね。いや、褒めてます。あったんですけど、この気楽さっていうか、それがなかったら多分楽しくオーストラリアで生活できていなかったと思うし、そのギャグっていうか、つまらないすごいギャグでしたけど、笑わせてくれて本当に楽しかったし、帰りとか通話ができて大変だったと思うけど、本当にありがとうございました。で、あと、寄付してくださったオーストラリアの小学生たちにもすごい感謝したいと思います。で、最後にお父さんとお母さん、このプロジェクトを見つけてくれて本当にありがとうございます。で、私が英語が大好きで、将来英語に関わる仕事をしたいなって思って、時間があれば理解してくれて、すごい仕事のこととか、英語に関する情報とか、すごいいつも知ってます。ハンバード、ハンバードの歌も。それは実際に実行することはできてないんですけど、面倒くさい。日本にいて分からなかったこととか、すごい学んできたので、今までは口だけっていうことがすごい多かったと思うんですけど、絶対に実行して、海外、すごい、将来、海外で働きたいと思っているので、頑張りたいと思います。本当にありがとうございました。私は留学をする前に、たくさんの勉強をしてきたつもりではありましたが、1日目、やっぱオーストラリアに行ったときに、メルボルンをマーベルみたいな発音で聞くんですよ。それがまず聞き取れなくて、マーベルってあのアニメのやつみたいな感じで聞き取って、いや違うよみたいな感じの、本当にその最初はそのレベルだったんで、本当にもうなんか、あとの日は本当に、もう絶望なんだろうなってこう思って、日目は本当になんで英語を勉強してきたんだろうって思ったんですけど、2日目からは、こう何を言ってるのかがなんかだんだん分かってきて、単語とか熟語で返すようにすることができるようになってきて、なんかそんなに勉強してきたこと悪くなかったなって、こうなんか最近こう英語を勉強する意味とかがあんまりこう分かんなくなってきてたんですけど、なんかこうやっとこう英語が楽しめた瞬間だったと。オーストラリアで学んだことですごい、その原発のことで、私たちの英語のスピーチを班に分かれて聞いてもらうっていう時があったんですけど、その時に2つの団体の方にそのオーストラリアのエネルギーのこととかを話してもらったんですけど、最初の方はそのオーストラリアで作ったウランがその事故につながったものだということで、すごいなんかこう、それをその事実をまだ知らなくて、それでもなんかそれをなんかこう責任を感じてるって思っているところが、まずなんか、あってなんて、なんかこう、自分最近、そういう原発の話とか、友達とかもしないし、学校でする機会もないから、だからこう、そういうふうにこう、福島のことを、福島に住んでいる自分よりも考えてくれる方がこう、たくさん集まってた会で、なんかすごい、まだまだだなって感じることになりました。スピーチをした後にたくさんの質問をしてくださって、なんかうまくは答えられなかったんですけど、なんか福島の今というか、自分がこういうふうに考えているっていうのをまっすぐ伝えられたかなと思っているんで、よかったと思います。すごい真面目に聞いてくださって、最初のその福島についての英語のスピーチを作ってきて、
それを聞いてもらったのが、その空港でアイランドさんっていう男の方に聞いてもらったんですけど、しっかり目を見て最後までちゃんと聞いてくださったので、なんか日本人だったらそうできるかなとか、自分だったらそうできるかなってこう考えた時にできないような気がして、なんかそれがすごい喋ってて嬉しかったです。向こうを訪問して感動したところは、すごく普通なことなんですけど、道路を走ってて、こっちとこっちがずーっと広がってるんですよ。ずーっと広がってて、なんか広っと思って、すごい自然が、うちのホストファミリーの家の近くが、あ、田舎って自分で言ったんですけど、そんなことはないんですけど、すごい広くて、なんか、自然がすごいと思って、すごい、それがなんか、こう、さっき言ったあの、その世界遺産になったとことかも言ったんですけど、なんかそういうとこだけじゃなくて、普通の日常にもなんか溢れてるなって思いました。じゃあなった人で、まずは児玉さんにお世話になったなと思っています。やっぱ最初はなんかすごい変人だなって思ったんですけど、でも、一緒にこう行く中で、やっぱりなんか、すごい自分のことを考えていて、私は初めての海外だったんですけど、なんかそういう、なんだろうな、心配事とかも吹っ飛ばすぐらい、吹っ飛ばされた感じで、あ、そういう感じで、こう、話してくれたっていう。決められてるの？そうです。自宅に接してくださったので、すごい楽しい留学になりました。あとは、太田先生という方に、お世話になったんですけど、すごいプランがすごく よくてっていうか、すごいなんか入りやすい、海外に入りやすいプランで、最初はこう3人で行った方がリラックスできるだろうなとか、かける言葉とかもすごい優しくて、すごい楽しかった。こんなに楽しくなると思ってなかったので、本当にこの2人のおかげだなと思っています。あとは募金を集めるっていう話の、そもそもの小学部の日本語の先生のスー先生という方がいらっしゃるんですけど、その方とも日本語の授業の時にお会いして、すごい可愛らしい日本語をしゃべっていて、なんかすごい日本のことをよく考えてるなってすごい思いました。なんか本当に感謝しきれないです。小学校の皆さんにも、小学生の皆さんにも募金集めてくださって本当に嬉しかったです。最後に、ホストファミリーについてなんですけど、私のホストファミリーは5人家族です。小さい子と、あと高校2年生と、あとお父さん、お母さんとっていう感じで、すごい優しくて、なんか、最初はすごいごめんなさいっていう、すごい使っちゃったんですけど、そんなに言わなくていいよとか、リラックスしていいよとか、ご飯をなんか食べたくない時は食べなくていいよとか、すごい本当に優しくて、なんか私の、頑張れ。私が初めてのホストファミリーっていうことで、なんかすごい最後に、おいが最初のホストファミリーでよかったって言ってくれたのがすごい嬉しくて、でもそれに、なんか英語で答えられなくて、だから次来た時は自分の英語でしっかり答えられるようにしますって誓ってきたので、次行った時は英語で話せるように、これから英語の勉強を頑張りたいと思います。寄付をしてくださった方々へ本当に感謝しています。となんか自分でたくさんのことを吸収して帰ってこようと思ったんですけど、毎日自分が吸収されるぐらいの勢いの毎日だったので、すごい充実していました。本当に、今回の
このメンバーで、そしてカデニアインターナショナルカレッジに行けて本当に良かったなと思っています。ありがとうございました。両親への感謝、小さい頃から英語の地区とかに通わせて、すごい結構自由な感じでなんか自分を育ててくださって、なんかこういう風になれたのはお母さんのおかげかなって思っているんで、これからもよろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございます。まあその時ホストファミリーと別れる時にちゃんと伝えなかったっていうのは、あの時の涙で全てが伝わっていると思うので大丈夫だと思います。ちょっとせっかく太田先生も今ログインされているので、ちょっと太田先生からもメッセージをお願いしようかなと思うので、ちょっとマイクとカメラをオンにしてほしいなと思います。で、それまでの間、来ましたね太田さん、これカメラ横にできます？横ロックされてるから、彼女らがちょっと端折って飛ばして話していきましたけど、最初出発するときですね、ここ福島出て、最初世田谷区のどこどこっていう住所で今イベントをやってるから、そのイベントに、チョコ募金とかやるために行くので、そこまでの案内をザザレが担当するとか言って、でそれを決めて、その東京駅で降りてから、そのどこの地下鉄乗り換えて、でどうやって行ったらいいとか言っていうのを案内する人と、そのイベント会場が終わってから次羽田空港まで行って、国際線の国境を越えるまでのアシストをして、国境を越えて国際線の僕らが出発する時の搭乗口まで行く人の担当を決めて、でその次にシドニー空港に着いて、国際線到着ロビーなので、そこから国内線の出発ロビーにを見つけて、そこからメルボルン行きの飛行機に乗るっていう担当を決めて、で僕は後ろから間違っとんぞとか言いながら、みんなを励ましながらやって、すごくみんな頑張ってですね、徐々に成長していったんですけど、そんなドイツでもそうやって自分で割と案内しなきゃいけないんですけど、話をしたら、この太田先生がね、これまたいい具合に彼女らをこう、なんていうかね、温かく見守りながら育てていくというのを、なんか僕の思いを汲んでいただいてですね、やっていただいて、すごくありがとうございます。太田先生、じゃあメッセージをお願いしましょうかね、せっかくなので。はい、映ってます？あ、映ってますよ。はいはい、喋っていいですか？どうぞ。はい、今こんな感じです。喋ります。はい、どうぞ。皆さんはじめまして、カーディニアインターナショナルカレッジのタダです。カレンさん、名前間違えたやろ。はい、すみません。はいはい、 OKOK、 3人はものすごく積極的にカーディニア生と交流をしてくれて、もう3人のおかげで福島の現状をもっとより分かったオーストラリア人もいるし、福島に関心を持ってくれたオーストラリア人も増えたし、何よりも日本にもっと親しみを感じてくれる生徒がたくさん増えたので、3人とも日本からの最高の親善大使だったと思います。よく頑張りました。よろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。なんか、質問ありますか？はい、彼女の話を聞いての。あ、大丈夫です。ちょっとね、今から会場に質問を回していくので、そこで質問があったら、どしどし手を挙げて、他もなんか、神奈川県の人とか、兵庫県のドイツに行った高校生だった子も、このネットに合流しているので、ぜひ、質問があったら手を挙げてくださいね。はい。カメラオンにしてくださいね。はい、じゃあ行きます。はい。はい、なんとなくそんな感じで、福島の高校生を案内していきながらですね。で、シドニー空港に着いたときに、メルボルン行きの搭乗までちょっと時間があったので、その搭乗口に並んでる、誰さんだった？なんか、4人ぐらいナンパをしましてね、その、声かけた人たちにスピーチの練習やるのが1回目だったんですよ。だから本当にこう、見ず知らずの、僕らのスピーチ聞いてきた人じゃなくて、搭乗口で待ってる暇人捕まえて、急にナンパされたかと思ったら話聞かされるみたいなね。で、それでみんなそれが初めてだったので、いい経験になってですね、その次からのスピーチの時もだいぶ、そんなにプレッシャー、ハードルが一回下がっていくので、頑張る。そもそも、彼ら高校生
が福島の震災体験を日本語でも語ることないんですね、あんまりね。でそれをやっぱり海外に行ってスピーチする、そしてそれをまた英語で発表するっていうのがすごくいい機会で、また失業とも英語だもんね。で、また難しいこと聞かれますよね。何マイクロシミュレートどうなんだとか、ホットスポット何なんだとか言われても、ちょっと答えられないときに、小山さんとか呼ばれて、何々とか言って、こんな質問なんだけどとか言いながら、ちょっとそれぞれのグループに分かれて発表する場があったり、子供たちがみんな並んでる授業のときに発表する場があったり、いろいろでしたけど、なかなか頑張って成長してくれたそうです。ありがとうございました。いいスピーチでしたね。はい、じゃあちょっと時間がまだありますので、質疑応答を会場の中から答えていきたいと思いますけど、誰かありますか？もう一本マイクどこ行ったの？あ、どうぞ、一番後ろ誰だろう？うん、いい、お願いして。ちょっと待って。このプロジェクトに。自己紹介からいきましょうか、誰か。今年の夏ドイツのプロジェクトに参加した福島高校1年の荒島美優です。このプロジェクトに参加して思ったことや気づいたことたくさんあると思うんですけど、これから自分たちに何ができると思いますか？また来たね、ハードル高いドイツから自分たちに何ができるか、これはみんな行こうかね、一人一個ずつ、一個じゃなくてもいいけどね。どうぞ、誰から行きますか？もう一回言ってもらって、もう一回。え、大丈夫、聞こえてると思うから。なんだことで何ができるか、ちょっと考える時間は大体だと思って、あこの空白を埋めるために切る。そんなに考えなくてもいいよ、うん。震災を体験、当時はとりあえず放射能は危ないからマスクをしなさい、ガラス装置をつけなさいってなんで言われてるんだろうっていう、そういう疑問を残ったまま結構過ごしてる自分がいて、理科の授業とかで何マイクロシーベルトはこういう感じなんだよっていうのがあったんですけど、そもそも放射能って何だろうとかって考えたときに、パッとは思いつかない答えが思いつかなくて、なんかそれをさっきも喋ったんだけど、そういうアイディアとか喋ってくださった方々とかで学ぶことができて、学ぶことができたんですけど、まだ誰にも伝えていくことが大事だと思うので、小学生で体験して、で今は高校1年生にいて、伝えられる学年っていうか、その、なんだろう、子供の時に感じたことを伝えられる世代っていうか、そういうのがこう、自分たちしかいないというか、自分たちしかいないので、なんかこれからいろんな人に発信していけたらいいかなと思います。オーストラリアで、たくさんの外国人の前でスピーチをしてきて、向こうに行ってスピーチをするまで、こんなに私たちのスピーチに関心を持って聞いてくれるのかなって、不安の気持ちを抱きながらスピーチをしたんですけど、本当にすんごい皆さん真剣に聞いてくださって、あと、世田谷のマルシェでも、もうそんなに福島県の原発のこと心配してくれる人いないんじゃないかなとか思ったんですけど、意外と足を止めて私たちの生の声を聞いてくれる人がたくさんいて、何ができるかって言われたらまだ具体的にはわからないんですけど、多いと少し似たようなことになると思うんですけど、実際に震災を経験したことを外国人の原発とかに興味を持っている人たちに伝えることというか、もうちょっと原発について詳しく調べていってそういうことを伝えられたらいいなとは思います。
なんか意外な答えです。どうぞ。私はあの新鮮なそのスピーチのことじゃないんですけど、学んだことは自分自身についてで、なんかさっきも言ったんですけど、いろいろ自分がなんかこういうところ足りないなとか、そういうところをたくさん発見できてたので、それを克服するのが何て言うんだろう、みんなのためではないんですけど、あの自分のために克服、わかんないよね。学んだことは、自分自身についてで、こういうところが足りないなとか、そういうことなんですけど、ちょっと私話すのちょっと下手くそなので簡単に言うんですけど、学んだことは自分自身について足りない ところで、何ができるかはその自分のために足りないところを補うことです。はい、次ありますか。福島第一中学校の林優香です。今回のオーストラリアの派遣とかドイツとかの参加していないんですけど、今日ある人の紹介でこの会議に参加してお話を聞いたことで、すごくいい体験をされていて、私も行ってみたいなっていう風な気持ちになったんですが、この体験でホストファミリーの方や現地の方と交流して、日本とオーストラリアの方々の文化の違いとかは何か学べたことはありますか？これは全員じゃなくてもいいよ。ある人は言って。うん。これもあったら言ってみる。普通の生活の中で感じるものは、シャワーが頭の上にあることと、ご飯が主にパンなことと、ベジマイトが大好きなことですね。文化の違いと言われると、普通に考えてハグとかキスを普通にすることとか、なんか、それは最初できなくて、あ、わって感じだったんですけど、太田先生に、やれ、やれって言われたんで、って言いました。最後は自分からハグになんて言っちゃって、言ってたんで、多分、もうオーストラリア人なんだと思います、私は。一つ面白かったことは、オーストラリア英語をホストファミリーの両親に教えてもらったんですけど、それが教科書では学ぶことができない、面白い単語ばっかりで、すごい、それが心の中で、はい、こうなんか音出てこう、こう階段登るように最初こう自己紹介してみとか言って自己紹介させて、その2回目こう握手してみとか、3回目の時にこう一緒に写真撮ってみとか、で、そろそろハグ行けるとか言って行ってこいとか言って言って、どんどんこう階段をね、上げていってできるようになっていったんですね。なかなかその面白い先生でした。関西の人なんですけど、どうぞ、他ありますか？あと水ですね、水。水がすごく貴重な資源なので、シャワーに出す時間を3分以内にしてくれって言って、洗濯も僕、1週間、11日間で1回だけだったんですけど、ともかく最初にジャーッと濡らして、で1回止めて、その自分で水が出てない時に洗って、で、最後流す瞬間、2分間以内に流し終わって、閉めるようにとか。別にそれは強制じゃないんですけど、そういう意識をちゃんと持って水は大切な資源なんだということを改めて学ぶとかね。他何かありますか？福山さんが言った水のことに関してなんですけど、私のホストファミリーはそんな気ぃ使わなくていいから普通にシャワー浴びてきて大丈夫だよって言われてて、まあだけどちゃんと一応水をなるべく止めてシャワー浴びて、
夜歯ブラシを子供たちと一緒にしてるときに、うがいしようと思って水を出してちょっと磨いてたら、ちょうどお父さんが廊下を通って止めてって言われて、私いつもの感覚で歯ブラシしてて、こんなところもすごい止めてって言われるんだと思って、そこはすごい水すごい大切にしてるんだなと思いました。で、あと食器を洗うときに、日本だったら、石鹸つけて洗って水で流していくと思うんですけど、水をシンクに溜めて、そこに泡石鹸を洗剤入れて、この中で洗って水で流さないで泡ついたまま拭くんですね。まあ、そこはすごい一番文化が全然違うなと思って驚きました。以上です。いいですか。はい、他ありますか。はい、どうぞ。福島高校1年生の2016年のケアンズのプロジェクトに参加させていただいた小田和也です。それで出発式で自分の今回のプロジェクトでの抱負があったと思うんですけど、その抱負とその11日間の活動を通して自分としてその抱負に対してどんなことができたかとか、どういうふうに変われたかということを教えてください。これはみんななるね。私の抱負としては、英語を日常的に話すというか、外国人がたくさん周りにいるという環境が日本ではなし得ない環境なので、その環境の中でどれだけ自分が勉強してきた英語が通じるかということと、福島を伝える若者としてどれだけ自分が今を伝えられるかということと、あとは歴史や文化を、そのオーストラリアの歴史や文化を学ぶというのが3つの抱負がありました。1つ目の英語に関しては、先ほどもちょっと聞きましたけど、最初はやっぱり何も、なんか最初はあんまり会話についていけなかったんですけど、最後の方というか、2日目、3日目あたりからは意識して自分から話せるようになって、すごいそれは勉強してきた甲斐があったと思うんですけど、やっぱりこう自分が思ったことをこううまく表現できないっていうか、それが悔しかったので、それまで次絶対またオーストラリアに行きたいと思うので、その時までにちゃんと勉強したいと思いました。2つ目の福島のことなんですけど、あまり知識のない状態で行ってしまったので、その知識の部分に関しては正直言うとあまりうまくは答えなかったんですけど、その自分が今何を思っているかとか、どう福島の人たちが思われているとかは、こううまく自分で話したと思うので、そこが良かったかなと思います。歴史や文化を学ぶというところなんですけど、歴史は太田先生の授業でこう学びました。文化に関しては自分からホストファミリーにこう違いとかあるとか、こうそういうことを話しながら、こう普通の普段の中で深められたと思うので、良かったと思います。私の抱負は自分の英語力を試してくるっていうのと、今福島がどういう状況なのかっていうのと、震災当時の状況を自分なりにできるだけ伝えてくるっていうことだったんですけど、一つ目の英語力を試してくるっていうのでは、普通に会話ぐらいならできるんじゃないかなとか、そんな感じで言ったんですけど、行ってみると意外とそうでもなかったり、オーストラリアの独特の発音だったりとか、あとは単純な反応ができなかったりとかで、まだまだだなってすごい感じさせられて、これからの英語もっと頑張ろう、どう勉強していこうかなっていう方法っていうのがなんとなく分かれた気がするので、今後頑張っていきたいと思います。で、福島の現状を伝えるっていうことに関しては、
知ってる単語がそんなに多くないので、英語で伝えるってことは難しかったんですけど、日本人の方がオーストラリアにいて、その方が通訳してくれて、伝えてくれて、現状を伝えるっていうことは、自分なりにはできたな、できたかなって思います。以上です。私の、抱負は、オーストラリアでしか体験できないことを積極的に、トライするということだったんですけど、ちょっと周りの目を気にしたりちょっと恥ずかしかったりして、なんかホストファミリーの人とかにこれやってみるとか聞かれてもなんかノーってばっかり答えてて、なんかちょっと積極的にチャレンジはできなかったんですけど、なんかイエスマンみたいな感じになれるようにちょっと努力 しました。で、日本でも結構なんかあんまり積極的に行動しない方なので、日本でも行動しない方なので、ちょっとオーストラリアでできなかったので、これからエスマになれるようにしていきます。できる。じゃあちょっと先に見ていこうかね。今年のドイツの、プログラムに参加したロスカイセブンクリーンことはこっちでないというです。質問は、オーストラリアの人々は福島のこととか原発のこと、放射線のことをどういうふうにこう認識してた感じでいましたか。例えばこう福島のことを危険だと思ってる、危険じゃないと思ってるだけとかでもいいし、こういう情報を知っていたとか、日本私たちと違ってどういうふうに思っていたとか、なんか教えてください。福島とそもそも東日本大震災があったかどうかもわからないということがもいて、あと原子力の事故があったっていうことを知らない人もいて、でもやっぱりそういう現状もありました。で、知ってる方はやっぱりそのウランに対する責任感を強く持っているのもあるし、あとは今どうなの、大丈夫なのっていう心配の感じで見てくださる方もいました。残念に福島を不信がっている方はいなくて、私たちの話をちゃんと聞いてくれたという印象が強いです。スピーチをした後だったんですけど、自分から質問するって感じではなかったので、どう思ってましたかとかは聞けなくて、そこは分からなかったんですけど、すごい一番多かった質問が、今福島の食べ物食べれるんですかとか、海沿いはどういう感じなんですかとか、放射の線量は今どれぐらいなんですかっていう質問が多くて、ちっちゃい子たちは福島自体を知らないことがほとんどなんですけど、原発に関心を持っている人とかはすごい今あっても心配をしてくれているんじゃないかなと思います。で、あとフレンズオブアースっていうところに行ったときに、日本人の方に聞きたい意見を話したら、今どうなのっていうことじゃなくて、すごいショックを受けてる方がいて、今、6年経った今こうやって話してもこんなにショックを受けるんだってすごい驚きました。以上です。震災のことを知ってる人と知らない、知ってる人、
知ってる人と知らない人がもちろんいて、なんか質問を受けた？現地の方に質問されました。それと？どんな質問されたの？日本は、あ、日本というか福島は、そもそも彼の頃って9歳ぐらいに震災した体験を喋ってるので、今言ったところの高校生もしくは中学生と交流した子たちは、8歳とか7歳とか9歳の時に、海外何が起きたかのニュースなんてあんま覚えてないじゃないですか。例えば、彼女の震災体験は覚えてるけど、もっと言ったら、彼女らが小学校の時に、イラクで何があったかなんて、それは全然わかんないし、っていうことではあると思うんですね、知らないっていうことでね。それはドイツに行っても一緒ですね。やっぱ小さい世代も分からないということが多いです。じゃあ、太田先生に質問らしい。太田先生、アクセスして、うわ、切った。ひどいね。いや、切ってない。太田先生、ね、移動してた、移動してた。オフラインになってる。ちょっと今オフラインになってるので。あ、愛は質問があるということ？あ、質問があるそうです。じゃあどうぞ。いいですか？去年ドイツプロジェクトに参加した初見愛です、オーストラリアに行って今の、まあ、福島や日本についてどうの現状についてどう感じたかとそれを踏まえて今の日本政府に求めることは何ですか？また難しい質問来たね。あ、もうちょっと、もう一回、もう一回言ってもらっていい？はい。オーストラリアに行って、その、福島とか日本の現状についてどう感じたかと、それを踏まえて日本政府に求めることは何ですか？いいですか？太田先生、今、メッセージしました。iPhone 充電中です。ちょっと待ってください。帰ってますけど。帰ってきて、改めて日本に帰ってきて、日本に帰ってきて、どういう印象？オーストラリアを経験した後で。福島に帰ってきて、印象というか、帰ってきて、オーストラリアに帰ってきて、日本に帰ってきて、やっぱり自分たちの国に対する思いっていうか、正直、ああいう大きい事故があったのにっていうあったのに、なんかなんでそんなに大きく感じない、大きく考えない、大きく考えないというか、重要に感じない、考えないんだろうって思っている人がいて、オーストラリアに。すごいその方はすごい福島についてよく考えてくださってる方で、なんか経験した自分でもそこまでは考えていないので、というかこれは多分普通になってきていると思うんですけど、それが、問題かなと思いました。日本政府は、私は原発が
くなってほしいなって思っているんですけど、でも今の時点ではやっぱお金の面とか、まあ、原子力発電の方がお金かかんないとかそういう問題で、まあ、無理だと思うんですね。だけどいつかはなるように、福島が一番頑張っている再生可能エネルギーとかをもっと使って日本の電気を回してもらえるんだと思います。福島に帰ってきて、正直6年経ってその辛さだったりとか怖さっていうのを忘れかけてた部分があったんですけど、このプロジェクトに参加して毎回ちゃんと考え直してみて、で、まあ、帰ってきて、今でもすごい福島県をどうしていったらいいかっていうことを考えてくれる人とか、再生可能エネルギーのことをすごい一生懸命考えている人とかに会って、その原発の怖さっていうのを絶対に忘れちゃいけないって思ったし、今後何、再生可能エネルギーというか何かをする上での力になればいいかなって思いました。で、日本政府に対しては、あっちの外国人のスピーチを聞いたときに、今再生可能エネルギーと原子力発電の量っていうのは大体同じになってきていると言っていたので、再生可能エネルギーの方が安全なので、私も葵と同じく原発じゃなくて再生可能エネルギーの方にしていった方がいいんじゃないかなと思います。原子力発電で賄うことのリスクがとても大きいっていうことを、知りました。で、いろんな理由で、なんか福島はオーストラリアのように再生可能エネルギー 100% とか、そういう 100% はできるかどうか、なんかできないかもしれない。できる、頑張ってほしいです。はい、じゃあ太田先生ログインしたので、ありがとうね、アイ。はい、じゃあ太田先生いきます。はい、太田先生に質問があるらそうなのでお答えいただきます。はい、どうぞ。太田先生、はい、どうぞ。こっち来ましょうか、太田先生から見えないから。これです、これで、ね、パソコンに向かったりです。福島市の菱沼と申します。一般的にオーストラリアではですね、メディアは福島のことについてどのようにお伝えしていますか。福島の現状に関してはですね、震災関連死2000人以上、現在でも6万から8万人以上の避難者がいると言われています。そして20ミリシーベルト期間宣言を政府がしているわけですね。震災以来、現状はまだ苦しい状態が続いているわけですけれども、一般的なメディアはどのように伝えているか、一つですね。それからオーストラリアは原発の立地国ではないわけですね。その原発に関する反原発運動とか、そういうアクティビティの活動を目にしたことがありますか。2つ質問したいんですけど、よろしくお願いします。福島の現状に関しては、オーストラリアではメディアに現れることはないです。いいですか。どうぞ続けていいですよ。はい、2011年東日本大震災が起こった時には、原発の水素爆発の現状や、あと雪が降る中でさまよう子どもたちなどの映像が流れましたが、
2017年現在は、福島のことを気にしているオーストラリア人はほとんどいないと思います。オーストラリアは、まあ、世界から見て遠く離れた国にあるので、そのフランスで起こるテロの事件や、あとあのベルギーで車が突っ込んだなど世界中のニュースを流していますから、福島の現状もその世界中で起こっている辛いことの中の一つという立ち位置です。もちろんあの日本人と結婚したオーストラリア人や、僕のようにオーストラリアで住んでいる日本人たちの中には福島のことを気にかけている人もいますが、それほど意識は高くないというのが現実です。だから今回3人が今福島はこうなっているよというメッセージを発してくれたことはとても良かったことだと思います。これが質問1つ目の答えです。2つ目のオーストラリアと原子力産業の立ち位置に関しては、オーストラリアは、まあ、地面を掘ってウランをたくさん産出して生成して輸出をすると、ウランで儲けている国ですが、自国では原子力発電所は作っていません。その理由は原子力発電所のデメリットをよく理解しているから作らないわけです。オーストラリアには原子力に頼らなくても石炭がたくさん出ますから、石炭で火力発電をしたり、あとはあの風の強い国ですから、あの風力発電をすることが多いです。まあとりあえずこんなところですが、あと何か質問、答えることはあるでしょうか。他ありますか、太田先生に質問したい人。いいですか。はい、大丈夫そうです。太田先生、ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、だいたい時間もいい感じになってきたので、なんか、僕もちょっと聞いたのが、レフレンド・オブ・ザ・アースの講義かなんかの時に、その、オーストラリアでも原発を作ろうという政府の動きが自由党の時にあったことがあるけど、やっぱ反対する声が、世論が大きくて、作れなかった。で、原発を禁止するという法律があるのかな。だから今も作れない状況だというふうにしたと聞きましたね。詳しくは僕知らないんですよ。ちょっと向こうで聞いた時の話でした。じゃあ、ちょっと予定時間をオーバーしましたけど、以上で終わっていきたいなというふうに思ってます。今日民放さんと民友さんが取材に来たので、ぜひまた見てください。それと、ちょっと今日の資料をもらってない人のところもらってほしいんですけど、いくつか紹介したいと思います。そのアースウォーカーズの寄付の振り込み用紙は B5 の紙であります。で、これ最もお願いしたい紙が、このマンスリーサポーターです。福島の子どもたちをサポートするため の, 毎月500円ずつサポートして、毎月1000円とか2口、10口5000円とか選んで入ってもらえる用紙があります。これにぜひサポーター会になっていただけたらありがたいなというふうに思っています。また一口の人はぜひ頑張って2口目を入れてほしいな。冗談です。申し訳ございません。で、いくつかチラシがありますけど、福島の子どもたちが今度宮崎にやってきます。で、その時もこれも宮崎を集めてやるので、ぜひまたご協力していただきたいなというふうに思います。で、真っ白い紙、これはちょっと皆さんの今日の感想を知りたいなと思って、これはね、ぜひ全員に書いてほしいんですよ。全員に。お名前と今日聞いた感想でも質問でもいいので、ぜひ書いて帰ってほしいなと思います。それと、後ろのテーブルちょっとチョコ募金を挙げてもらっていい？チョコ募金っていうのを今日やっています。で、チョコ募金っていうのは、イラクの難民支援をしたりしてるジムネットと共同して、イラクでレッカーウランダです。レッカーウランダって知ってます？レッカーウランダ。わかります？わかる人、わかる人。レッカーウランダ。原子力発電所の核廃棄物を使って、爆弾を使ってそれで被爆していく子どもがいっぱい増えて、先天性異常とか、その詳しい話はまた次のお子さんするので、僕喋りませんけど、そういうイラクの子どもたちは医療支援をしていくのに、サポートするのに始まったんですよ。で、その直募金をやっていく中で、福島でも放射能に苦しむ子どもたちがいるからということで、福島プロジェクトが立ち上がって、今、福島の子どもたちとイラクの子どもたち、またシリアの子どもたちの医療支援を中心に頑張っている NGO なんですけど、アースウォーカーズでもそれを協力してて、1個550円なんですね。で、550円寄付したらチョコをプレゼントされるというシステムになってて、4個入りだったら2200円なんですけど、ぜひこれも、今日、ちょっと多めにチョコ募金してもらって、10個とか、それを周りの人に550円ずつやって、また回収するみたいな
回収し終わったら、お金もなくなったからまたちょうだいとか言って、電話もらうとかしながら、ちょっと広げていただけたら嬉しいなというふうに思います。もっとこの後の、イラクの話をすると、それがぐっと、わかると思うんですけど、ちょうど、あさってに、どこだ、双葉未来学園で、那覇子さんと6時間講演するんですよ。ちょっと漫談なんですけど、いや、漫談じゃないですけど、この後、桜の聖望高校にもちょっとお伺いするんですけど、ぜひ、このチョコ募金を、甘井さんも去年100個とか頑張ってるんで、甘井さん、今年200個くそと去年頑張ろうと思ってるけど、なかなか関心がみんな後ろで困ってるみたいな感じなんですけど、ぜひ、これも協力していただけたら嬉しいなというふうに思ってます。ぜひ、マンスリーサポーターを斜め前向き、いや、後ろ向きに考えていただいて、あと感想文を書いてくださいね。以上で終わりたいと思います。3人に大きな拍手をお願いします。おはようございます。太田先生、ありがとうございます。太田先生、大きな拍手お願いします。はい、ありがとう。よく頑張りました。じゃあ、ありがとうございました。じゃあ、ちょっと休憩を挟んで5時から次を始めたいなと思いますが、もうすでに5時なので、ちょっと10分ぐらい押して、5時10分ぐらいから始めたいなと思います。よろしくお願いします。ここに座って、3人。いいよ、今喋っていいよ。そっち来て喋って。おお、ね、これお疲れ様。どうも。止めてください。どうも。はいはい、お疲れ様。イエーイ。よう頑張ったやん。何？あ、一つ忘れてた。ごめんなさい。ちょっと三人の終了書でみんなで渡さなきゃいけないの忘れてました。じゃあ3人並んでください。カーディニアインターナショナルカレッジから今回の短期交流プロジェクトの終了書が出てるので終了書、カレン・鈴木さん、あなたは、アースウォーカーズと、カーディインターナショナルカレッジの、プログラム、声がうるさいプログラムで優秀な成績を得て、12月3日までのプロジェクトでよく頑張りました。はい、終了書、次は真央富田さん、カーディアンインターナショナルとアースウォーカーのプロジェクトで終了しました。以下同文です。ありがとうございます。おめでとうございます。最後の野さん、青井さん、おめでとう。カーディアンインターナショナルカレッジとアースウォーカーのプロジェクトで終了、短期留学プロジェクトで終了しました。おめでとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ10分後に撮りましょうか。せっかくなので3人並んで、それを終了してもらったところで写真を撮って、これ録画はそろそろ停止しよう。あー、ノー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 、キャンセルして。